ヤッホーまみです。今日はじゃーん、枝豆を1キロ購入しました。こちらはですね、以前ユニゾンスクエアガーデンのドラムの鈴木孝夫さんがラジオでめちゃめちゃ美味しい枝豆があるっていう話をしてたのよ。で、私それ聞いて食べたと思ってすぐに検索したら見つけたんやけど、まあこれなんと1キロの枝豆で送料込みで1300円です。え、お手頃やんみたいな。そう、超お手頃で、30分のラジオやってんけど、その30分で私もう心つかまれすぎて、今回注文しました。で、今回の枝豆はですね、夏風花っていうもので、青豆です。茶豆みたいに風味が強くて甘い枝豆だそうです。もうビールもキンキンに冷やしてるから、今日はまあそれを湯がいて、まあひたすら晩酌しようかなっていう動画です。で、早速、湯がいていきたいと思います。はい、というわけでこれから枝豆を湯がいていくねんけど、まず、下準備をしていきます。枝豆の鞘の部分をキッチンバサミでカットしていきます。ここを切っとくことによってなんか味がすごく馴染みやすいらしいです。まあ地道な作業やねんけど、まあこれを延々とね、全部1キロ分こんなに湯がいたことないねんけど、この枝豆実はもう売っておりません。今年のその収穫の時期がもう終わっちゃって、今年は7月の中旬から8月の中旬までの1ヶ月ぐらいでした。みんながこれ見て食べたいと思ってくれたとしたら来年になってしまいます。これの購入方法はですね、これを育ててる三田屋さんっていう方のツイッターがあんねんけど、そのツイッターで注文します。直接 DM を送れば注文することができます。はい、1キロの枝豆下準備完了です。じゃん、もりもりこれを今から塩もみして湯がいていきます。はい、枝豆にお塩をかけて揉んでいきます。さっきのボールやと全然塩もみができひんぐらいパンパンやったから、ちょっと半分鍋に移して塩もみしてます。はい、それでは沸騰したお湯に先ほどの塩もみした枝豆を投入します。これで5分ほど、1キロの枝豆茹で上がりました。じゃーん、え、もう香りやばいそして今回の私の友はじゃん、本麒麟ですやっぱ枝豆にはビールやろということで早速、あー、キンキンに冷えてる。それでは乾杯。実食。え、すごいやば、あ、めっちゃ美味しい一粒食べただけやのに口の中香りぶわー広がって、甘い、めっちゃうまい。いや、これにビールはやばすぎうん、待って、最高やわ。ちょっと枝豆にビール、いい企画すぎるこれ自分のやりたいっていう衝動でさ、始めたけど、いや、私はほんまにこういうことがしたかった YouTube でこうやってさ、一人でさ、今日金曜日金曜日にさ、もうなんやかんやで12時前よ。1時間ぐらい経ってるよ、下処理から最高の金曜日、めっちゃ美味しいいや、これを食べたいって思った時にはないのよ、来年まで。それがめちゃめちゃ申し訳ないけど、マジで美味しい、笑っちゃうあ、けどどうしよう、超美味しい。誰が考えたんやろ、枝豆にビールって。天才的やねんけど。こういうのにも
き合ってくれる彼氏がいいよな。1キロ枝豆買っちゃったへへーって言いながら、じゃあもう今日はキンキンに冷えたビール飲みまくるかみたいなねことを言ってくれるような人とね、今後付き合っていきたいなと思います。今のところな、それを付き合ってくれるのがな、いつも編集してくれてるちーちゃんだけなのよ。幸せ。完食です。美味しかった。はい、YouTube はあのここまでです。もうここから先はもう私のただただ幸せな時間が訪れるので、皆さんあのこれ以降は邪魔しないでください。ということで今回は超美味しい枝豆ビタヤさんの夏風花をあのいただきました。来年ぜひ食してみてください。絶対後悔はせえへん。てかもうビール好きってか枝豆好きなら絶対後悔せえへんと私は押します。食べてみてください。ということでマミでした。ほなね。